はい、カバージングロカッパ炎上です。じゃあまあ最初はね、これ結構前にも同じような記事見たんですけどね、なんかね、東京の、異常な規模の大きさが一目でわかる、そういう映像、まあ画像かな、写真に海外の人が衝撃を受けてると。街に終わりがないじゃないか。なんかあのスターウォーズの、コルサントみたいな感じですよね。うん。まあちょっとわかんない人はあれでしたけども、世界最大級の都市、あるいは都市圏である東京、国連の統計によると2018年現在、世界最大のメガシティは人口3805万人の東京で、1955年以来、つまり半世紀以上世界一を維持していることになると。またシンクタンク、アメリカのシンクタンクブルッキングス研究所によると、まあ、世界の GDP ランキングでも東京圏は世界一、ロンドンとパリの都市圏 GDP の合計をも上回っていると。さて、まあ東京のね、これ航空写真なんですけども、都市部がどこまでもどこまでも広がっているこの様子が、まあ東京のこの規格外な規模の大きさに、海外の人たちから驚きの声が殺到してるっていう。見たことあるよな、これな。まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。アメリカの人が、なんてこった東京はクレイジーだ。で、またアメリカの人が、世界最大の都市でありながら世界一安全な都市でもある。それが東京という街だ。で、またアメリカの人が、遠くの方に富士が見えるのがなんかクールでいいよね。で、またアメリカの人が、アメリカの人どんだけ東京好きなんだ。で、東京の都市部の終わりってどこなの？で、ドイツの人が、都市部は大阪まで続いてるよ、単に川で分断される部分があるだけで、国籍不明の人がそういう基準なら姫路まで入れようよ。で、さらに国籍不明の人が方向にもよるけど、西南西の方向なら福岡までずっと都市続いてるよ。1200キロぐらいかな。太平洋ベルトのウィキ見てみなよ。で、また国籍不明の人が、東京から広島間何度か移動したことある。街がずっと続いてるように見えるけど、実際には緑によって切り離されてるよ。日本は本当に緑が多くて美しい国なんだ。だけど衛星写真で日本列島を見ると大都市全部つながって見えるよね。で、次アメリカの人が、まだ日本行ったことない人、人生のゴールにしてほしい。いや、やめてほしいんですけどね。去年私も友達と一緒に初めて行ったんだけど、私たちの期待を 120% 上回ってたよ。しかも女性2人だけなのに、すごく安心感があった。午前2時に酔って外歩いてても問題なかった。一度も危険を感じることなんてなかったし、大げさじゃなくて全ての人がとても親切だった。絶対にまた日本に戻ってくるよと。ジャマイカの人が、東京の規模はまさに桁が違うね。で、オーストラリアの人が、シドニーは巨大都市、そんな風に思っていた時期が俺にもありました。で、アメリカの人が、ちょっと待ってくれ、あの街には公園ないのか。いや、ありますけどね、セントラルパークみたいな感じじゃないですけど。カナダの人が、緑がないって言ってる人いるけど、実際には東京にも公園も緑も多いよ。で、イタリアの人、これは都心にある公園、そして数千ある公園の一つに過ぎないんだ。で、アメリカの人が、もし日本が地震の多い場所じゃなかったら、高層ビルがとんでもないことに、なってただろうな。今でも、ずいぶん抑えられてるだろうと。地震さえなかったらもっとすげえんだろうっていう、そういうことですかね。で、オーストラリアの人が、まあ人口3000万の都市圏だからな。それでも世界一清潔かつ整っているのがまたすごいよね。で、カナダの人が、もともとは小さな漁村だったなんて本当に信じられないね。で、アメリカの人が、あの規模で世界一安全な都市であるというのがすごいよね。で、またアメリカの人が、あんなに平らな都市だったなんて初めて知った。で、またアメリカの人が、でもゴミとかどうやって処理するんだ？ポルトガルの人が、街がどこまでも果てしなく続いているにもかかわらず、ワールドクラスの公共交通機関があるから、効率的に移動できるんだよ。で、アメリカの人、街に終わりがないことに衝撃を受けている。ニューヨークと比べるとどんな感じなんだろう。で、国籍不明の人が、ニューヨークはかなり退屈だ。どっちかなら常に東京をお勧めする。ニューヨークって退屈なんですかね。で、アメリカの人、まさにコンクリートジャングル。なんか懐かしいフレーズだな。
で、南アフリカの人が、写真の縮尺理解してない人いるみたいだね。東京には緑もあるし、木々もある。かなり遠くから撮影してるからよくわかんないだけだよ。東京の規模を言葉で説明するのは難しいよ。で、インドの人、東京は本当に綺麗だ。他の世界の大都市と比較したとき、どれだけ清潔なのか実際に見てほしいよ。オーストラリアの人が、こうやって見ると月の表面みたいに見えるな。で、オーストラリアの人が、俺にはスターウォーズのデススターに見える。僕もスターウォーズをパッと思い浮かべますけどね、この様子見るとね。国籍不明の人、日本ってネットとかで言われてるほど素晴らしい国なの？いや、そんなことないっす。旅行先として最高の国だっていう人も少なくないし、いや、そんなことないっす。実際のところどうなんだろうと思って、いや、そんなことないっす。国籍不明の人、日本だけはガチ。俺もいろいろ言ってるけど他のどの国とも違う。で、アメリカの人、都市部が果てしなく続いてる感じだね。最高だ。で、国籍不明の人が、ずっと見てられる。いくら見てても飽きない。自分でもよくわかんないけど。で、オランダの人が、都市ってこんなに拡大できるもんなんだな。で、アメリカの人が、あんなに巨大なのに行ったことがある都市の中で一番清潔だった。しかもあらゆる街角に驚きが詰まっている。東京は本当に脅威の街だよと。まあ、緑が見えないことを指摘する声も複数あったんですけど、なんだろう。住宅地にすることが可能な面積、過重地面積っていうのかな。100キロ平米あたりのこの都市公園数で、東京は全国1位でしたっけ。で、人口の関係上当然のことじゃ当然のことなんですけど、基本的に大都市圏ほど公園の数も多くなってきますよね。さて、これね、なんかね、だろう、そうだろう、どんどんみんな東京に来てくれよって素直にそうは思えないのが、まあ残念っちゃ寂しいっちゃそうなんですけど。ね、あんまりね、世界中からね、誰でも彼でもウェルカムで街汚されちゃうとそれはそれで大変なんで。まあ日本人の感覚で言うと、東京圏、要は首都圏ですよね。そこまでなんかもう、姫路までとか広島までとかなんか言ってる人いましたけど、そんな巨大じゃないですよね。どうだろう。まあ、千葉、埼玉で言うと、さいたま市、だから昔大宮近辺ぐらいまで。で、東京の、なんだろう、左側の端っこだと、まあ、せいぜい八王子ぐらいまでじゃないですかね。だ今度神奈川方面、南部の方だと、どの辺だろう。ちょっとパッと名前が思いつかないですけど、そんなそこまで超巨大な感じじゃないですけどね。まあそれでも十分広いっちゃ広いと思いますけど。まあ確かにね、その安全のことを言ってる人もいましたけど、ちょっと比べる対象がね、あまりに危険な町、国、地域が多すぎて、それはもう比べてもしょうがないのかなって思いますけど、でもね、日本の東京だって昔に比べたらね、ちょっといろいろ気をつけた方がいい場合って増えてきましたよね。だから僕が住んでる近所の六本木だと、なんだろう、六本木にドンキ、ドンホあるんですけど、その裏側とか行くと、ちょっとね、日本人の男性一人だと、夜中12時過ぎてからだと一人でうろつくのはちょっと嫌かなっていう。ね、ちょっとなんかちょっとした事件なんかもね、あったりしたんで、去年、何年前だろう、一昨年か、もっと前だっけな。だから昔に比べたら、でもね、その原因って、やっぱり外国人が増えたからですよね。だからそういうのを考えると、なんかもうあんまりこれ以上ね、毎度毎度いつもね、言ってるんで、ちょっと聞き飽きちゃったかもしれないですけど、確かにでかいです。ね。でかいですよ。ね。すごいのかもしんないですよ。ね。あんまりね、興味持ってほしくないかな。ね。緑もあります。それなりに。あんまり来てほしくないかな。ちょっとね。まあいいんですけど。ということで今回はね、以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。